有馬温泉は世界的に見てもとっても珍しい温泉地なんです。国内外の温泉を年間300以上巡る温泉専門家、北出京子さん。有馬温泉の魅力と効率的な入り方を教えていただきます。世界に類を見ない有馬温泉の泉質と楽しみ方。一つの温泉地に同じような泉質が湧き出すことが多いのですが、こちらの有馬温泉には金泉、銀泉といった対極的な全く個性の違う2つの温泉が湧き出しています。まずは有馬温泉の代名詞ともいえる金泉の特徴を教えていただきます。こちらの天神泉源は100度近い高温の温泉が地中でさまざまな成分を溶かし込みながら自らの力で湧き出しています。この蒸気には放射能であるラドンや殺菌効果の高いメタホウ酸といった成分が含まれているので、口から取り込むことによって喉を加湿して潤し清潔に保つことができます。金泉には豊富な炭酸ガスや鉄分などのミネラルが含まれています。沸いた時は無色透明なんですが、空気に触れることで酸化してこの金泉の茶褐色の濁り湯というのが出来上がるんですね。実験してみました。湧き出した直後の金泉は真水に近い無色透明ですが、みるみるうちに温泉成分が湯の花となって現れます。これを混ぜて空気に触れさせると茶褐色に変色。鉄分や塩分といったミネラルが豊富に含まれている証拠です。私が知る限り日本一の温泉成分濃度を誇ります。その濃度はなんと海水の 1.5 倍です。成分濃度が濃いと一体どのようなことが起こるのでしょうか。例えば漬物に例えるとお野菜に塩をかけると水分が脱水しますよね。それと同じようなことが私たち人間にも起こるんです。なので金泉に入ると私たちの体液よりも温泉の方が濃いので、私たちの水分が温泉に抜け出やすくなり、逆に薬効を体に取り込みやすくなります。なので体が芯からポカポカに温まります。とっても保温効果が高い泉質です。婦人の湯と言われる岩鉄泉、保温保湿の湯である強い塩化物泉が合わさり、金泉という名にふさわしいお湯です。では金泉とは対極と言われる銀泉は一体どんな特徴があるのでしょう。銀泉はラドンと炭酸ガスを豊富に含んだ19度の冷鉱泉になります。金泉とは対照的に成分の濃度が低く優しいんです。なので逆に私たちの体に水分を取り込みやすくなります。銀泉が楽しめる銀の湯は二酸化炭素泉と放射能泉が含まれていて、肌に優しい単純温泉です。また近くの炭酸泉源では陰泉ができます。銀泉を飲むことで胃腸機能低下や貧血などに効果が期待できます。あまり美味しいものではないんですが、鉄の味や炭酸の味がしてとても体にはいいので、ぜひ試してみてください。対極ともいえる金泉、銀泉が湧く有馬温泉のお湯には塩化物泉、岩鉄泉、二酸化炭素泉、放射能泉、単純温泉といった多くの泉質が含まれており、世界的に見ても他にない温泉地と言えるでしょう。ではどうやったら効率よく温泉の成分を取り入れられるのか、おすすめの入り方を教えていただきましょう。まず最初に炭酸泉源で飲泉しましょう。その後銀の湯に入浴しましょう。銀の湯は私たちの肌と同じ弱酸性なので、とても刺激が少なくマイルドです。なのでまずは体を慣らすという意味でも銀泉に浸かります。次は金泉の泉源で蒸気浴をしましょう。そして金泉で入浴を楽しみましょう。金泉の中に含まれる塩分によって保湿保温効果があります。しっかりと水分補給を忘れないでください。最後は足湯がおすすめです。金の湯で足湯に浸かりながら外気浴でクールダウンしましょう。温泉は入浴するだけではなく、日本酒やワインを楽しむように色や味や香りを五感で楽しんでリフレッシュしてほしいです。